レムの地下鉄で何があったか。一体どうなってんだ。ああ、どうも。どうしました？ちなみに僕がスパイダーマン。ああ、知ってる。アーロン・デイビスだ。誰かがセンサーにいたずらしてな、グランドセントラルの中継機からうまく受信できないんだ。見に行くよ。おい、待った。何？もう一人のスパイダーマンは？ああ、休暇中だよ。でも平気、僕に任せて。絶対バレてないよね。待った、アプリから電話？スパイダーマンだ。言い忘れてたよ。昨夜隣のロクソンプラザに押し入りがあったらしい。アンダーグラウンドってグループだ。今朝うちの駅で見かけてな。アンダーグラウンドか。それ以外に情報は？若手マフィア気取りの連中だ。ずいぶん前からいて、最近リーダーが変わった。ティンカラーだ。ティンカラー、情報どうも。それでよくスパイダーマンには連絡するの？このアプリがなきゃ連絡しようがないさ。でも昨夜ライノ退治のニュースであんたを見てな、助けてくれるかもと思ったんだ。なるほど。それで地下鉄の仕事は長いのかな？いや、去年からだよ。俺の兄貴が、まあとにかく変化が欲しくってな、手始めにこの仕事に就くことにしたんだ。でもシフト中に電車が止まっちゃ印象が悪くなるだろう。それじゃあ復旧させたら親愛なる隣人スパイダーマンアプリで解決したって上司に伝えて。伝えるよ。センサー頼んだぞ。センサー発見。これだとケーブルが多すぎるよ。信号に干渉しちゃう。何に繋がってるんだろう。小屋の中に入らなきゃ。正面のドア試す？こそ誰？信号中継機が妨害されてる。この装置すごいな。もったいないけど。センサーが直ったよ。何したんだ？いたずらっ子を退治しただけ。おまけにあいつらが使ってたおもちゃも発見。ごめん、後でかけ直すよ。うわ、これ使ってピートが設計したホロドローン作れそう。
この装置の周波数変わってるな。追跡できるかも。ああ、これと同じものが街中にあるみたいだ。電車が復旧してるといいけど、おじさんに確認しよう。もしもし、デイビスさん、どんな感じ？信号は来たが、電車が線路にいない。車両基地で何かあったんだろう。アンダーグラウンドがセンサーをいじってたみたい。もしかしてロクソンはニューフォームの輸送に地下鉄使ってる？ロクソン？地下鉄ってのは乗客用で、貨物用じゃないが、プラザができて路線が変わったって話だ。ってことは極秘で使ってるのかも。うん、後で調べてみるよ。それでお兄さんの話してたけど、他に家族は？しばらく会ってないよ。この仕事を始めて環境も変わったんだ。会いたいよ。甥っ子とはよく一緒にミートを作ったの。その子ならきっとまた会えるよ。他の家族にもね。だといいな。それじゃあ僕はアンダーグラウンドを退避しに行かなきゃ。じゃあ。グラウンドが悪さしてる。バレないように倒してみよう。急げよ。じゃなきゃティンカーに引き離さなきゃ。これ時間かかんだよ。今の何の音だ。フィートのバイザー機能を使ってみよう。ナイス。これで位置がわかる。
たづいた。それじゃ車両を線路に戻さなきゃ。制御装置はオフィスかな。ティンから確かリーダーだよね。嘘でしょ？制御装置壊したの？なんとか手動で電車を線路に戻さなきゃ。ウェブもあり？回転台を使おう。回転台を回してウェブで車両を引っ張る。いけそう。まずは回転台に乗ってる車両を動かそう。他のはその後だね。うまくいった。もうちょっと。いい感じ。他のも動かそう。ニューフォームの輸送を調べて地下鉄を止めた。これってニューフォームを街に輸送させたくないの？なんだろう。バッチリ。よし、あともう一両だね。ダメだ、違うな。おじさん、本気で家族とより戻したがってた。連絡してみなきゃ。マイルズとしてね。父さんは何があったか話してくれなかったし、相当なことがあったのかも。固定しなきゃ。ギアを固定して。車両を下ろして滑車にウェブを打てばいけそうだね。
車両は準備 OK。 あとは電力っと。端末は壊されてるけど、ジェネレーターは無事。よし、これで車両を動かせそう。多分ね、ウェブは電動制だし。お願い、信頼の地下鉄でしょ。やった、デイビスさん、今度はどんな感じかな。パネルがツリーみたいに点灯したよ。ありがとうな。どういたしまして。また何かあればアプリに投稿してね。また渡したいものがあるんだ。つまらないものだが。僕にプレゼント。クビにならずに済んだ。せめてものお礼をさせてくれ。ありがとう。そっちに戻るよ。マイルズ、ヨーロッパに着いたよ。スパイダーマン業の方はどう？いい感じ。近所で陰謀に遭遇しちゃってさ。最高。作戦は？やりながら考えてるとこ。それでこそスパイダーマン。それじゃあ何かあったら電話して。海の向こうだけどいつでも歓迎。オッケー。そうだ、プレゼントありがとう。あれ最高。どういたしまして。おっと、 MJ が呼んでる。切るよ。またね。ビッグニュース、地下鉄復旧でアプリがバズりまくり。依頼来まくってるぞ。例えば、レオン売店から。あのおっさん最高。チェックしとかなきゃ。街中に期待されてるし。今やニューヨークの人気ナンバーワンアプリだぞ。おじさんのヘルプ終わったらチェックしろよ。おじさんに正体バレてないんだよな。かなり際どかったけど隠し通してるよ。こっちが落ち着いたら見てみる。またね。しよう。どうもデイビーさん、もう着きます。急いでくれスパイダーマン。アンダーグラウンドが線路に爆弾を仕掛けてる。爆弾？嘘でしょ。復旧されて切れてるみたいだな。急いでそっちに向かう。待ってて、外に出ないでよ。
フォームの輸送方法を調べて、今日は電車を襲撃か。なんでニューフォームを止めるため、盗むため、絶対に負けないよ。電車は復旧、奴らも消えた。やるじゃないか。話す時間はないの、スパイダーマン。ハッピーホリデー、スパイダーマン。頑張って。ねえ、そうだ。次の列車の到着まであと5分です。プラットフォーム中本まで。アンダーグラウンドのせいでスーツボロボロ。デイビスは平気？ああ、助かった。そうだ、これやるよ。1年乗り放題の地下鉄パスだ。ありがとう。名前はあってか？どうして？もう行かなきゃ。マイルズ待て。昨日のニュースを見てそうかなと思ったんだ。囚人を手玉に取って戦う、あの動きでピンときてな。家族でバスケやってた時の動きそのままだった。すばしっこさは段違いだがな。大丈夫、母さんには言わない。絶対？約束だ。ジェフにこの姿を見せてやりたいよ。きっとそっとするよ。間違いなくそっとするな。お前が2代目を引き継いだのか？ああ、休暇でいない間だけだよ。そうか、任されたってわけか。そう。その年にしては責任重大だな。僕なら平気だといいが。なあマイルズ、困ったことがあれば連絡しろ。手を貸すよ。いいな？わかった、ありがとう。アプリがバズってるんだっけ。街にはスパイダーマンが必要。パトロールしてみよう。